はい、ということで今回はフォルクスワーゲン新型ポロオーナーズレポとして高速のインプレッションをお届けしたいと思います。ほぼ高速だけで約1000キロ走破すると思いますので、まあ、そこでエンジンフィール、乗り味、そして運転支援、さらには燃費とかその辺も全部見たいと思いますので、ちょっと行ってみましょう。どうなるか全く分かりません。私もがっつり高速走るのは今回初めてになりますので、ちょっと楽しみではあるんですけども、軽く内外装見ておきますか。まずこのスタイリッシュなフォルムがあって、装着しているのは17インチのアルミホイールで、タイヤに関してはコンチネンタルのコンチスポーツコンタクト5を履いています。215の 45R17、 結構ねこのサイズにしてはでかいので、ハンドリングなんかは高速でも多分いいと思いますけども。で、後ろ姿はこんな感じとなってます。さあ車内はこんな感じ、かっこいいよね。このテクスチャーが私は結構気に入ってます。ゴルフ8所有していたので、それとまあ全く同じ模様になってます。で、こっちはトップスポーツではなくてスポーツコンフォートと呼ぶシートになってますけども、まあ、この辺の疲れ具合とかも長距離乗りますので、またその辺もねレビューできたらいいかなと思います。じゃあ行ってみましょうか。さあ、ということでまずはじゃあ合流加速から見ていきましょう。その後にスペックや詳細なことをお伝えしたいと思います。じゃあノーマルモードで全開行ってみましょう。行きます、せーの。100キロまで行きます。はい、100キロ。やっぱね、合流加速で一つ思うのはちょっとレスポンスが物足りないよね。ここからアクセルをパーンと踏んでトラックを追い越します。このシーンで、まあ、加速力は最低限あるとしてもちょっとこう一呼吸遅れるような、そういう応答性があるので、ややこう走りとしてはもっさりした感触を多分受けてもらうと思います。応答性の悪さはエンジンのピックアップの低さというよりも、どちらかというと今回は環境性能を上げるべく割とこう最初の踏んだ瞬間の加速をマイルドに設定している、そういう印象を受けます。これ搭載されているユニット1リッターの直列3気筒のターボエンジンになっています。 EA211 EVO というエンジンになりました。今回のマイナーチェンジで、スペックに関しては最高出力95馬力、最大トルクは175ニュートンメーター、それを1600回転から3000回転、いわゆる一般道とか、まあ、追い越しでよく使う常用域でマックスのトルクを出していると、そういうエンジンになってます。 EA211 EVO の特徴は、まあ、大きく分けると2つあるんですよね。まず1つはミラーサイクル、これを採用します。圧縮比よりも膨張比、こっちの方が大きく取ることによってこれ燃費が上がるんです。さらにはバリアブルジオメトリ飛行というものをターボチャージャーに採用していますので、それでレスポンスとあとは出力、さらには燃費、この辺をバランスしているという形になってます。あとこのエンジンのいいところはもちろん燃費がいいという部分もあるんですが、もう一つ静粛性が高い。とにかくエンジンノイズがこうクルージングしてる際、そして軽くこう追い越しをするっていうモーションかけた際のうなりが全くないわけですよね。例えばこう今2000回転くらいで巡航してる際のエンジンノイズはまあ聞こえない。これ実際に雨降ってるから聞こえないんじゃなくて、晴天の際にでもまあエンジンの存在は相当消されてますし、確かにこのボンネットフードの裏に入っているインシュレーター、この辺の厚みも、まあ、そこそこあるんです。だからこの静かさに関しては言うことなしかな。加速させても3400回転くらい回ってますけど、全然ねノイズは入らない。加えて振動レベルも相当低いので、この辺の快適度はポロ高いんですよ。このしかも滑らかな動き、もうスポーティーすぎて、もうパキ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 車が動くっていう感じじゃなくて、滑らかなところはちゃんとスムーズに車動くんです。でもいざステアリングをこう入力するともちろんシャキッとこう曲がる、まあ、そこは一つサスペンションがこれ R ライン専用でスポーティーなものに変更されてます。そこも相まってますし、さらには215、45R17、 これも R ライン専用で入っていますので、その辺のバランスも含めて一つ上の車格に位置するゴルフ8
この辺と大差ないと言っても本当過言じゃないです。このコンパクトカーの中だとやっぱり欧州車は頭一つ抜け出てるよねと、そういう印象を多分乗ってもらうと感じてもらうと思います。素晴らしい。この辺のじわじわこう加速させる、こういう部分に関してはまあまあ普通にストレスなくは行えます。だからさっき言ってたそのエンジンフィールの部分で言うならば、全開とかキックダウンするような加速がちょっとこの子は苦手なんですよね。どうしても環境性能を求めているっていうことと、絶対的な馬力が低いですから、そこでちょっともっさりはしちゃいますけども、まあ普通のこういう一般的な緩やかに加速度を出すこういうシーンではこの辺も過不足ないし、まあ適度にちゃんとパワーも出ていて、こういうシーンではおそらくストレスは感じないかなと思います。乗り心地はやっぱ適度に硬いよね。それも一つサスペンションがスポーツなものになっているっていうこととタイヤの影響もあります。全体的にだからシャープな印象ではあるんですが、ただ上下の動きに対しては跳ねるような感じではない。ただ単純にバネが硬いとか減衰力が高いなと、まあ、その辺は欧州車特有の印象ですけども、さらに R ラインの特徴としてよりこう足が固められている、そういう印象を受けます。でも実際これ横乗っていてもこのね縦方向の動きに対しては私そんなストレスなかったですね。前回のポロ旅で実はあれ裏側で袋に関しては多少運転してもらったんですよ。で助手席最後乗ってたんですけども、あんまりねこう硬さは感じなかったし、ステアリングを握ってるからこの硬さが全然嫌じゃないと、そういうことではなくて、車全体多分特にフロントに関してはどっち乗っていても、まあ、このしなやかな足っていうのはちゃんと感じてもらえるかなと思います。突き上げもあるけど全然その上下動が嫌な感じで入力されませんので、しなやかな足だよねっていう、筋肉質だけどでも上質、そういう印象があります。さあ先ほどから新名神そして伊勢湾岸と通ってきまして、現在は新東名高速道路を走っています。でこちらに関しては最高速度120キロに設定されていますので、現在そちらで走行をしています。で後ほど運転支援もレポートはするんですけども、まず120キロこの超高速域の領域で見れるポイントを見ておきます。そもそもエンジン回転数を見ていくと、120でクルージング中は7速に入って2600回転、やや高いかな。もうちょっとだから低いところ、これ理想はね2000回転くらいで走ってくれたらもっとこれ燃費伸びるんですよ。ちょっとこう回転数高いですよねっていう印象があるんですが、まあでもエンジンノイズは相変わらず静か。実際ねこれ回転数で刻んでいくと4000回るとうるさい、ただ3000ちょっとくらいだったら十分静かだし、なのでそれ以下で抑えられていますので、この新東名を法定速度でクルージングしても、まあ、この辺のノイズは大きく増えていません。さらにこれちょっと今舗装が悪いですけども、ロードノイズであったり風切り音この辺に関してもこれはね20キロ上がっても増えてませんよね。目立つ範囲では増えていない。まあ、路面のコンディションもこっちの方がいいので同じ条件ではないですけども、ただ新東名のことで限って話をするのであれば、まあ全然これはコンパクトカーのレベルとしては納得できる、十分じゃんと思えるくらいの静粛性を保ってます。そして120キロでのスタビリティ、これねもう見てもらったら一目瞭然かと思います。ステアリングを握る私の力全く入ってません。なので車の直進性が高いというこの証明でもあるんです。本当に素晴らしく綺麗に走るね。もう国産でいうこれはね90キロレベルかな、それくらい体感としては低い速度に感じます。すごく安定してるから、抜群のこの姿勢の作りがありますよね。だからこれだけ安定するからやっぱり神経をあんまりこう使わなくて済むっていう、運転ストレスもかなりこう軽減されますし、本当運転支援なしでも十分快適にストレスフリーに
運転できる車でございます。まあ、この安定させる要素はいろいろございます。例えばタイヤの幅215っていう、まあ、コンパクトカーにしては比較的太いタイヤを履いてますよね。そこでグリップを出してる。さらにはボディ重量も関係します。一般的な国産のコンパクトカーに比べるとやや重い1200キロ弱になっていますので、その辺でまた安定性っていうのを生み出しています。あと構造的なことで言うんだったら、これやっぱり日本車と欧州車の大きな違いはプラットフォームとかを固定する際、メンバーとかを固定する際のボルトのその要は余白の部分ですよね。どれだけ遊びを作るか、この辺が国産と欧州車では基本的に違うんです。やっぱり狭くする方がそれだけ製造の精度が高めなきゃいけないということはコストもかかるんです。まあ、最近日本車もトヨタだったら TNGA とかいろんなまあ車作りの抜本的改革をやってますので、もしかしたらこれは古い考えなのかもしれませんけども、ただ昔からね欧州車はそういう精度にもこだわっていますので、だからプラットフォームのまず緩みがそもそも出ない、横に舵をかけた際とか、あとはその緩みってまっすぐ走ってる時にももちろんいろんな方向にこれ G がかかっていますので、そこで遊びが出て結局車の多少なりともブレ感なんかにもつながりますから、その精度を上げているっていうのは実はこのまっすぐ走る能力もものすごく関わってきます。それから大きなところで言うとホイールの止め方が違ってますよね。国産っていうのは車側にボルトが生えていて、それをタイヤをこうはめた際にナットで固定するっていう、だから締結ポイントがホイールの面とナットの面2箇所になるんです。ですが欧州車に関してはもうナットの部分にボルトもついていて、ホイールをそのハブのところに当てはめてガチャンと固定する一点締結になっていますので、そこでもまたこういう横方向に舵をかけた際のよれ感とかねじれ感、そういう部分を抑えてます。特に基本はやっぱり足元の剛性を上げることによって車の走りの質感とかを上げるわけで、そういう部分で根本的に国産と欧州車の作りは違ってます。それが超高速域、日本でいうところの新東名流してる際の安定感の違いにもなってくるわけです。じゃあここからは運転支援をレポートしていきましょう。まあ私もしばらく使いましたので、ある程度こうね、あいいなと思う部分とうーんっていう部分見えてきましたので、そこをまあレポートしていきたいと思います。まず運転支援を起動する際は左スポークについているボタン、これのメインを入れてもらって、そしてトラベルアシストを起動する、こちらのスイッチを押します。そうすると加減速プラス操舵支援すべて入るようになってます。これ0キロから210キロの間でサポートをするっていう形になっていまして、フォルクスワーゲンでは同一車線内全車速運転支援システム、通称トラベルアシストとなってます。なので名称はこれゴルフとかティグアンとかに入っているものと同じで、さらに言うとマイナーチェンジの前よりも名称変わっていて、おそらくシステムもアップデートされているはずです。このねポロちゃんは左右のブレ率も結構少ないです。だから軽く持ってるだけで車本来のスタビリティの高さと相まって、こうあんまりこうブレずに綺麗にまっすぐ走っていく、ライントレース性が高いというところはこの辺はねしばらく走っていてすごくいいなと感じました。ただこの辺の車速の調整はこう初見だとやや分かりづらいね。これレジュームボタンとセットが縦方向に入っていて、プラスマイナスが横キーになってるんです。でこれ実は横キーを押すと10キロずつ変わります。でレジュームとセットの縦キーに関しては1キロずつ変わるんですよ。でもこれ書いてないので、分かりづらいかなっていうところはありますよね。なのでプラスマイナスを短く押したら1キロ上がる、で長押ししてると10キロみたいな、そういう方がまだインターフェースとしては直感的に操作できるかなとは思います。さあここからの加速、100キロからの加速ですけども、前走車がどきまして、今シフトダウンして加速をしてきました。まあ、エンジンパワーがそんなにないのでこの辺の加速はマイルド、あと車がどき始めて加速じゃなくて完全にどききって加速ですから、追い越しアシストも含めてこの辺はちょっとカメラの性能はまあ最近でいうトヨタのところには及んでいないかなと、そういう印象を受けます。
車間距離の調整はこれ結構多くて5段階です。なかなかないですよね、5段階って。国産でもまあ3段階4段階くらいがオーソドックスな中、このポロに関しては5段階調整できますので、比較的このディスタンスコントロールは細かくできます。で、一番短めに設定していると結構体感では近いんですけども、でもそれでもトラックの方とか割とこう入ってきますので、それくらいの車間距離の空間ではあると思ってください。そして何よりポロのいいところはこれハンドルの保持のセンサーがちゃんとタッチセンサーになってるんです。なのでまっすぐ走ってる時、普通だったらこう軽くしか持っていないと警告が出て、でちょっとこう揺さぶって警告を解除とかするんです。でもその必要がなくて、こうやって軽くステアリングに触れてるだけで、これでちゃんとドライバーがハンドルを持っているんだなと車側は認識してくれますので、そういう部分でもまたね疲労軽減は行っているわけです。しかも B セグメントの車でこの静電容量式のタッチセンサーを採用しているのは私はポロ以外知りません。なのでこのあたりはクラス全体で見た時もストロングポイントになるかなと思いました。さあ今前のトラックに続いて減速をします。で100キロくらいここから追い越しをしますと、でここでやっと加速が始まるという感じなので、やっぱり加速は動作始まるのワンテンポ遅いかなと思います。人間の感覚で言うとあれくらいの車間距離があったらもう加速をしながらウインカーを出して、で車線をまたぐという行為、まあそこまでねこのカメラとレーダーでやってますので人間のようにはいかないとしても、またぎ始めてウインカー出して、特にこう右方向に出してるんだから、そこはもうちょっとスムースに加速動作かけてほしいかなと、そういうふうには思いますよね。今日は雨降ってますけども、これくらいの小雨状態であれば特にワイパーの動作に起因して運転支援が使えなくなる、そういうことはありません。これマックスだからこの速さで運転支援がちゃんと起動するかどうかっていうのは今確認してますけども、まあおそらく問題ないかなと思います。ワイパー一番高速で動かしてますけども、ちゃんとレーンキープも入っていますし、さらに加減速もちゃんとサポートはしてくれています。おー、しかもいいね、こう車線をまたいだ後の白線をちゃんと認識して操舵支援が入るまでのこの時間すごく短いです。またいでしばらくしてこうまたいでからウインカー動作消しますよね。ウインカー消してもうすぐにこれでレーンキープ入ってくれますので、この辺はすごくスムースでスピーディーでいいかなと思いました。これね、実はポロちゃんすごく賢くて、ブラインドスポットモニター、このポロの場合はサイドアシストプラスと呼んでます。それがついていて、例えば追い越し車両があるとドアミラーのインジケーターを点灯させて車近づいてますよって警告を発するわけです。さらにポロの場合はそのままウインカー動作をして車線をまたごうとする、だからそのまま行ったら本当は接触事故になる可能性がある、そういう場合はハンドル支援で逆方向に戻すようないわゆる反力を出してくれるわけです。だから警告だけじゃなくてちゃんとこの触感でも危ないよというのがわかる。ですからこのブラインドスポットモニターの中でもステアリングサポートが入っている機能まであるのは、これも実は B セグメントの中では非常に珍しいです。さあ現在は約400キロ走りまして、東京料金所を越えた先にあります首都高を走行しています。今夕方の3時くらいなんですが、かなりこう渋滞してますよね。雨っていう天候も関係してるでしょうけども、ただこの状態でもちゃんと運転支援システムのトラベルアシスト、これ作動しています。なので今前方にいます軽バンに続いてちゃんと加減速のコントロールを行ったり、さらには白線を認識してステアリングサポート入ってます。これプジョーとかと同じように白線の中のどこを走るんだっていうのは実はこれ任意で調整ができるようです。今これだったら左側を走っていますので、追い越し車両と間隔を空けたいのであれば、ちょっとこうステアリングを左方向に寄せる形でこう持っていくと、なるべくこう左寄りに走ろうと頑張ってくれます。まあ、逆もしかりなので、この辺はどっち走るかとかお好みで調整はしてもらえればいいかなと思います。地味なんですけども、ただ
横の隣接車両との距離を空けられるっていう、こういうシステムは安全上のことも考えてすごくいいかなと思います。さあ法定速度60で、ちょっとまあこの辺も緩やかなカーブですけども、でも R が小さいところ、この辺でも結構打角入れてちゃんと曲がっていきますよね。もちろん速度が高すぎると緩いカーブであっても曲がりきれませんから、あくまで法定速度で今回はレポートをしてます。その状況であれば、これくらいの首都高の R であれば全然こう曲がっていきますね。これ東京料金所出て3号渋谷線から間もなく渋谷の出口を降りるかどうかっていう、その辺のところですけども、今くらいのカーブだったら全然余裕でクリアしていきます。皆さんこんばんは。4日後の私でございます。広報車を何台かお借りして取材を終えて、でまた週末ちょっと北関東の方まで行って取材をしますので、今中央環状線を北上している状態なんですけども、ダダゴミでございます。まあとは言っても金曜日の晩ですから仕方ないんですけども、でもこういう状況であっても今運転支援システムトラベルアシスト起動していまして、まあ本当低速域でもアクセル、ブレーキ、ステアリング、この辺をサポートしてくれますから、疲労はねこれがあると随分違うかなと思います。ただこのポロちゃん気をつけたいのは、0キロまで止まるのは止まるんですけども、ただ EPB 電動パーキングのシステム入っていませんので、ブレーキ保持はしてくれません。なので2秒以内にブレーキを踏まないと ACC そもそも解除されてしまいます。ということでちょっとそこがねストレスかな。停止中もずっとねブレーキペダル踏まずに止まってくれるのが一番理想なんですけども、そうはいかないということになってます。はい、ということで鈴鹿パーキングエリア到着いたしました。もう時刻は23時23分ぶっ通しで走っちゃいましたね。またまた、まあ、完全ぶっ通しではなくて、高速乗ってすぐの佐野サービスエリアで一旦止まったんですけども、そこから約500キロノンストップで走ったというところでございます。まあ疲れてるっちゃ疲れてるけども、もう最近なんかこの長距離ドライブ慣れてきたせいか、あまりこう苦痛に感じなくなってきましたね。なんかその辺若返ったなと思ったりもするんですけども、で今回走行距離これ見てください。ここトリップはリセットしましたので、今回の1週間の取材で走ったの約1000キロとなります。いや本当自分に拍手を送りたい。ということで、じゃあラストに1000キロ走った最終燃費、そしてあとは長距離走ってどうだったかっていう、その魅力と不満ラストにまとめたいと思います。じゃあまず燃費からいきましょうか。まあ一旦リセットはかけました。あの給油する前は一般道とかも走っていましたので、リセットかけて最終袋だけ高速だけの数値を見てもらいたいなと思います。ということで今回出た数値はじゃじゃーん、リッターあたり19キロジャストとなりました。かなりいい数値ではないでしょうか。実際にカタログ数値はこれ WLTC モード総合燃費で 17.1 キロ、まあでも実際このクラス B セグメントって高速走ってだいたい20とか出ちゃうんですよ。プジョーの208もずいぶん前に借りてレポートしましたけども、あれも高速だけだと22、3キロとか出ちゃうので、まあだいたいこれくらいの数値は出るというところでございます。じゃあラストに、本当これ最後ですけども、1000キロ走って感じた魅力と不満、これねいくつかあるんですよ。まず一つ目は静粛性、まあ、特にエンジンノイズが本当に少ないです。これびっくりするぐらいに回転数上がっていても音の振動率低いので、結構車内は静かなという印象のままクルージングができていました。で二つ目のいいところ、このスムースなハンドリングは良かったですね。実際にやっぱ車線変更を行うシーンっていうのは高速走っていても何度もあるわけです。曲がるたびに、あ気持ちいいねってずっと心の中で思っちゃうくらいに、ステアフィールもこの車の剛性バランスもすごく良かったなと
という印象がありました。その辺はさすがフォルクスワーゲンが作ったコンパクトカーです。で3つ目、これ運転支援良かったですね。左右のブレ率ほぼありません。しかもコンパクトセグメントとしては非常に珍しい、これじゃじゃーん電気つきましたけども、静電容量式のタッチセンサー採用します。これ208にも国産メーカーのコンパクトカーにもおそらく採用例ないかと思います。ということでぐーっと握ってる必要もないとか、そういう快適性含めてこのシステム良かったですね。まあ一方で不満はね、実はあんまりないです。まあ強いて言うならばやっぱレスポンスが悪いので、ガッとアクセル踏んで一気に加速させたいシーン、こういう部分のもたつきはややストレス。はい、ということでもうねちょっと疲れすぎてすいません、車外からの映像ではお届けしませんけども、まあ、今日は1000キロ高速を走ってきました。でこういう形で毎月何かしらのテーマを持って自分の買った車はレポートしようというところでコンテンツ化しています。フォロもそうだし他の所有している車もそうですので、ぜひ気になる際はそちらもご覧ください。ということで今回はフォルクスワーゲンポロオーナーズレポート高速インプレッションでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。